渋谷でどうもは2005年から2017年まで毎年大型連休後半の5月上旬に東京渋谷の NHK 放送センターにて開催されていた参加型イベント2004年まで毎年大型連休に開催されてきた NHK 春の触れ合い広場を受け継ぐ形として NHK を楽しんでいただくをテーマに2005年より 開始、毎年5月3日から5月5日を含む、連休中の3から4日間開催されており、連日家族連れなどで賑わっていた。基本的に入場は自由。イベントでは、地上デジタル放送の体験コーナーや、NHK 番組の特設ブースなどのほか、屋外では、ゲームや子供向け遊びコーナーなどを設けている。ほか、各日、会場内にて公開番組の生放送。 収録も行われているほか、NHK 生放送番組内で、イベントの模様が生中継される。なお、屋外イベントは、雨天の場合、中止、または、屋内ステージの会場変更となる。また、会期中、NHK スタジオパークは、入場無料。なお、FIFA ワールドカップ開催年には、サッカーに関連した公開番組の収録、トークイベントも行われていた。 2018年以降は開催されていない。その理由は公表されていない。など、渋谷でどうも、開催期間中、屋外ステージや、スタジオパーク、ふれあいホールにて公開生放送、収録が行われた。以下はこれまで及び最近の例。他毎年、開催初日に総合テレビで、生中継番組、渋谷でどうも、が放送されていた。ありがとうございます。